皆さんこんばんは。ラジファボセカンドシーズン4月担当の熊田茜です。謎に包まれたハテナな火曜日ということで、今回は私の集中力をチェックします。ルールは簡単です。私の特技そして趣味であるけん玉を失敗せずに全ての皿に乗せることができるのか挑戦します。そうですね、普段から集中力めちゃくちゃあります。単発的なガッてのめり込んだり集中するのがすっごい得意なんですけど、学生時代はダメだったんですね。小学生の時に、なんか周りで流行ったんですよ。ちょっとなぜかなんかこう文化交流会みたいのがあって、けん玉のこの昔のこうなんだめんことかやってる中でけん玉ちょっと面白いよねって話になって、周りの子と競い合ってて、小学生の頃から好きです。さまざまなオーディションでけん玉持っていってます。集中力があれば必ず成功できるはず。頑張って成功させます。それでは早速やっていきたいと思います。今回は大皿、小皿、中皿、すべてのお皿の部分に乗せたら、クリアということになるみたいです。なんですけど、1個だけ突っ込んでもいいですか？けん玉ちっちゃくないですか？結構その、いろんなところで出てくるけん玉、普通のけん玉が出てくるんですけど、これめちゃくちゃちっちゃいんですよ。だから目当ての、ね、皿が小さい中、やっていこうと思います。じゃあいいですか、合図とか出してもらえるんですか。はい、じゃあまず大皿からいきます。よーい。音ちっちゃいきますよ。はい、あー乗った乗った、あーよかった、あーよかった、音ちっちゃ。続いて小皿に乗せます。よーい。怖い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 、あー待ってね、怖い怖い怖い、あー待ってね。笑っちゃうよ、笑っちゃいます。ねえ今の失敗ですか？待って、何それ。続いて中皿いきます。よーい。もうねやだ、もうやだねえ何ですか、何持ってるんですかそれ。よーいの合図がおかしいんですよ。何こいつ、なんだお前。なんでそんなこと言うんですか。これね、こう短期集中するときこいついないですからね、別に。ちょっといたずらっ子なスタッフさんとあの鳥のせいで私の実力を見せれなかったんで、今から本気の実力見てもらいたいと思います。集中するぞ。はい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 、みたいな感じです。ちゃんとできるんです、乗せれるんです。計測入れてみていいですか。あ、普段はできますよ。やってみますね。待って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 、ちょっとね、ちょっとこのあれです、これはあれかもしれないな、けん玉の問題かもしれないです。すいません。できるです。悔しい。でもさ、けん玉が得意っていうのは、けん玉できないといけない。あ、いきたー、お疲れ様でした。お疲れ様です。
これが私のスキル。カット。ということで成功しました。よかったよかった。かっこいいとこ見せれた。ってな感じで、はい、よかったですよ。お、なんかカンペが出ました。ここで突然ですが、隠されていた火曜日のハテナの部分を発表します。お、おお、来ました来ました来ました。じゃあめくりますね。隠された火曜のテーマを発表します。せーの、3、データ収集の火曜日ということでございます。データ収集の火曜日、ほう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 。お、こちらは先日発表があった4月30日の日曜日に開催するセカンドシーズンの MC が大集合、ラジファボリアルイベントで行う企画の各 MC のデータや実力を測っていたみたいです。勝手に火曜日、私はもう撮り終わっちゃったよ火曜日。怖いですね。一体どんなイベントになるのでしょうか。気になる方はぜひイベントに来て確かめてください。バイバイ。